こんばんは。今日もお仕事、お疲れ様です。こんばんは。今日も明日は何の日の時間だぜ。7月16日の記念日紹介をします。まずは、ヘッドラインから、よろしくだぜ。OK。7月6日は、サラダ記念日、公認会計士の日、ゼロ戦の日、ピアノの日、ワクチンの日。今日は、少なめだな。そういう日もあるわ。それでは、個別の解説もよろしくだぜ。サラダ記念日、この味が、いいねと君が、言ったから、7月6日は、サラダ記念日。昭和62年に大ヒットした、田原町の短歌に、7月6日はサラダ記念日とあることから定着した記念日です。当時は、大きな反響を呼んだんだよな。新しい現代短歌の先駆けとして、後に続く若手の歌人たちに大きな影響を与えたわ。歌人じゃなくても、影響を受けた人は多くいたそうだぜ。サラダ記念日を真似して、個人的な記念日を作ることが流行ったりもしたよな。サラダ記念日は、表題の短歌を収録した歌集の名前でもあって、昭和62年19875月8日に、出版されたわ。この歌集が出版された後、短歌ブームが起きているのよ。ゼロ戦の日、昭和14年19397月6日、零式艦上戦闘機通称ゼロ戦の試作機の試験飛行が始まりました。ゼロ戦は、小回りが利き、飛行距離の長い戦闘機という海軍の要求を受けて、堀越二郎が設計しました。この堀越二郎をモデルにした作品として、スタジオジブリの風立ちぬがありますね。風に憧れてってやつか？ゆっくりに歌わせるような腕は持ち合わせてないんだから、見苦しいことはやめておきなさい。当時の日本の軍用機は、採用年次の工期下2桁を使うことになっていました。工期というのは、神武天皇が即位した年を元年として、カウントする年数よ。神武天皇即位期限とも言います。ゼロ戦が正式採用された昭和15年1940年は、工期2600年にあたり、下2桁の例から零式とされました。ゼロ戦は、その高い旋回率、機動性といった飛行性で米軍を苦しめたわ。一方で、貧弱な武装、脆弱な装甲は問題視されていたんだぜ。かなりピーキーな性能で、熟練のパイロットを育てるのにも苦労したはず。ミッドウェイで、ゼロ戦のパイロットのほとんどを失ったことが、日本の敗戦の決定打となったなんて話も聞いたことがあるんだぜ。ピアノ日、電話してちょうだい。文政6年1823年7月6日に、ドイツ人医師のシーボルトが、日本に初めてピアノを持ち込んだことに由来します。おい。この時、シーボルトが持ち込んだピアノは、山口県萩市の熊谷美術館に保存展示されています。無視するなよ。さて次は、悪かった。もうふざけないから許してほしいんだぜ。わかればいいわ。ワクチンの日、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社が制定しました。1885年7月6日、フランスの細菌学者ルイ・パスツールによる狂犬病ワクチンの実験が行われたことに由来します。ここからは、おまけの時間よ。何の話をしてくれるんだ？つゆ草よ。雑草だな。確かにつゆ草は、畑の隅や、道端で見かける雑草ね。でも、可愛らしくて鮮やかな青い花が、朝露と一緒にキラキラしていて、目を楽しませてくれるわ。露草って、朝露と一緒に花を咲かせているから露草なのか？露草の花は、朝顔のように、朝に咲いて、昼にはしぼむ性質があるの。この性質が、朝に出てきて、昼までには乾いてしまう、朝露のようだから、露草と名付けられたというわ。でも、朝露と一緒に花を見るから、露草って感じもしないではないわよね。露草には、いろいろな別名があるんだが、その中に、月草というのがあるんだぜ。青い花びらが夏の夜空のようで、おしべの黄色が月のように見えるから、月草って綺麗な名前がついたのかな？意外とロマンチックなところがあるのね。でも、月草の名前の由来は、色がつくという意味の月草だというわ。露草の花の、青い色素は、周りにつきやすい性質があるの。簡単に落ちる性質もあるので、陶器とかの下絵に使われることが多いわ。それで、月
月草と名前がついて、月に、空に浮かぶ月を当てたそうね。でも、どうせなら、綺麗な月の由来が欲しいんだぜ。同感ね。7月6日の記念日はどうでしたか？話題の種になるような話があったら、活用してもらえると嬉しいんだぜ。ごとし、18時に、翌日の話題の動画を上げています。ブログに、数日後の日付分まで更新しているので、もっと先の記念日を見たい方は、以下の URL をご参照ください。では、明日も特別な一日を。